ははいいこんにちは占い評論家の岡田です今日はこの一文字口ですね。ピッ一が書いたような感じですね。一文字口文字とも言いますね。これを見てみたいと思います。温厚で意志が強い公平虫型ということですね。私利私欲がなく感情に振り回されることがありません。物事を客観的に捉え公平に進めようとします。強い意志と かな心を持ち合わせており確率に運勢が開けるそうですと、えー、長所客観的に物事を捉えられる公平で私利私欲がない短所融通が利かない正論を吐き隙がない、えー、正しい付き合い方客観的な視点を持って話すようにすると良いでしょうと、えー、常に正論が返ってくるので感情的な意見は禁物ですと、えー、まあ本当に真面目にコツコツやるタイプですので まあ信頼されて年とともに、えー、開運していくというタイプということになりますね。まあ、ただこうもっと早く開運するんであればもう少し、まあ、これが三日月のような感じで、えー、口角が上がってる方がもう少し開運が早いと思いますんで、まあ、ちょっとねその辺は、えー、トレーニングしても良いかと思います、はい。ではまたアップいたします。